こんにちは、プーこと愉快な仲間たちのパパです。今日はですね、山水線の交換をしたいと思います。ホースをつなげてるんですけど、これね、緩めると一回一回出るんですよ。ここからプシュッと、ここからね、いちいち、ね、出るんですよ。で、川とかにかかっちゃうんです ね。なので、これを、この散水線の蛇口を交換していきたいと思います。今回交換する蛇口はこれです。二口のやつ ね。こうつないで、こうつないで、で、普通にここからは出るやつ、ね、にしようと思ってます。で、まずね、元栓、水道の元栓をね、締めていきたいと思います。ここになりますね。ここを締めるね。こんななっちゃうんですよね。よし、やっていこうと思います。全開に出してもこれだけです。外します。ね。外しました、ね。めっちゃ人気入ってます。で、これを取り付けるんですけど、ちょっとこれ、こいつのやつを先に取り付けましたけどね。これに、ここにテープを巻いていかなきゃいけないです。シールテープっていうやつをですね。これですね、シールテープ。これ、後で気づいたんですけど、このシールテープは時計回りに、これ逆に巻いてます。なんかやりにくいなと思ったんですけど、後で気づきました。で、撮影後に時計回りに修正しました。ロック、まあ、ロック、まあ、ある程度で、ね、で、手でこうやってなじませて、馴染ませて、で、締めていきたいと思います。これね、ある程度ギュッと締まったら OK です。で、これで、水を出して漏れなければ完了です。ちょっと、こっちが
あ、出てましたね。大丈夫ですね。で、これが、あ、これめっちゃ簡単やん。これだけ。あ、いい感じですね。こう出して、漏れてないですね。はい、これで終わりです。よかったら、高評価、登録の方よろしくお願いします。ありがとうございました。